ゲーセンがやばい。動物園すぎる。一気にミンゴが落ちた。ハテナ匿名ダイアリーより。動物園すぎる。ガンダムが下火になってしばらく平和だったんだが、カンコレと FGO が来てから一気にミンゴが落ちた。何がやべえって、行列待ち中にそれぞれの信者が相手の列にバリ増減の艦砲射撃。カンムスが沈むと FGO の列から歓声が上がる。 FGO でガチャが爆発すると、今度はカンコレ勢が軍艦マーチを熱唱する。でもこれは先月までの話ね。今は岩礁地帯にボンバーマンが設置されたことで事態が変わった。好転はしてない。ボンバーマンがうるさすぎて低特務付き中もお互い声が届かなくなっただけ。ボンバーガールマジ半端ないって。ガンダム超えてるよ。フレンドリーファイアがあるのが良くないんだろうね。敵よりも味方にキレてる人が多い。試合中にリアルミソボンしてる人までいる。一回誰か爆発すると周りもつられて爆発していく。もうね、ゲーセンがリアルでボンバーマンなの。みんな次々爆発するの。飲んでたコーラにリアルボムキックから、鉄拳勢への直撃でデンジャラスボム誕生。裏路地ロードランナーのハイライト、記事への反応。学芸全盛期でもそんなの見た記憶ないけど、オタクの民度ってどんどん下がってるんだな。スト2の頃は柄の悪いののたまり場で、自分が負けたらリアルファイト。はい、嘘待つ。 FGO もガン、これもカソカソだぞ。オタクは群れるのが好きだから、人集まる店とカソの店と二極化してるんじゃね。正確には都内と地方の二極な。前世紀の三国志大戦とボーダーブレイクは地方のゲーセンでも列作ってた。その時のゲーセンはもう存在しない。プリクラ機とクレーン以外まだなんかあるの？ボンバーガールって東京都で7店舗しか置いてないのか。このゲーム作った人センスいいよね。アーケードで稼ぐための手段を全部使ってきている感じだし、とりあえず朝1から張り付いて40戦ほどしてきた。もう散々語られただろうけど、しおり、最後まで頑張れ。ゲーオタは持久力がないな。めっちゃ楽しそう。ゲーセン盛り上がってるのか。はい、嘘待つ。ボンバーガールには期待してたのに、こういうつまらない嘘つくのはやめてほしい。